皆様おはようございます。ジャイロ技研のほぼ本田圭介です。本日新大阪陸上競技場付近に来させていただきました。僕としてはチャンスですね。チャンスと思ってます。チャンスにしたいです。そういうのもあってね、まあ今日僕の得意である無回転見せていきたいなと。無回転パチンコ、そういうのを見せていけたらなと思います。パチンコ番組で無回転の番組って今までないと思うんですよ。まあそれをあえてやっていこうかなと思ってます。まあそれをねあえてやるということで、まあ皆様の興味も期待も背負えると思っているので、あとはやるだけなので、意識高く意思の疎通声を出していって、まあ失敗してもいいんですよ。切り替えればいいだけの話なんで。でもね、無回転パチンコというのは僕もやったことがないのでちょっと怖いのでね、そこは佐々木さん近藤さんにレッドカードを出されかねないので、ちょっとそこはあえて今日は回転をかけていきたいなと思います。それでは実践開始まで、あ、違うな、あれ今何時や、あ、違うわ、こっち堺市の時間やった。あ、もう言うてる間いかなダメですね。それでは実践開始まで。たかしさんの反射がだいぶうざかったんですけど、ちょっと後ろの光量を下げたらだいぶマシになりましたね。結構ラインも上げたんですけど全然反射がダメで、どうしようかなと思ったんですけど、まあ良かったです、だいぶマシになりました。あ、一玉入ってる、オフサイド、ほんまに入ってん。じゃあ1万円入れたんで行ってきますね。やばい、この眼鏡何も見えへん。もともと僕目悪いんで、いつもあのサングラス銅入ってるんですけど、これほんまどないしょ。それではフィーリング、山村さんが活躍する台、まあこの選手の能力というかスペックの紹介になるんですけれども、319分の1の 100% の確変突入と。そこで右サイドからえぐって右打ちが52分の1と、で ST 回数が74回転の継続率 78%、 右サイドをずっとえぐっていけば終わらないという夢のような台となっております。あとこれ U タイムっていうのがついていて、885回転すると謎の力が働き、1214回転の時短がもらえるということなんですね。ということはハマっても絶対に右打ちに行きますし、ほぼ得点ができると。まあゴールキーパーがいない状態ですよね。まあそれを今から打っていって説明していきないなと。まあなんか調べると結構驚かされるような台と聞いているんですが、まあ僕も結構世界渡り歩いてきて驚くことなんかなんぼでもあったんで、まあ今日は一切驚くことはなく、そういう果敢な姿勢、勇敢な姿勢を皆様に見せたいなと思っております。この画面でサングラスをつけてしまうとほぼ画面が見えておりません。でもまあ結構わざとサッカーでも練習でゴーグルをつけて視野を狭めて相手のマークを外したりする練習とかもあるので、まあ、それとまあよく似てるかなと。でまあこの山村さんなんですけど、かわいそうな女性、かわいそうななでしこジャパンみたいな感じですよね。そのかわいそうな女性を今日救えたらなと思いながら打っていきます。これ結構あれですね、パス回りますね。初めてパチンコを打つ人に説明していくとしたら、え、何？いや、これは多分当たらないですね。まあ、あえて当たらなくてもいいまでありますね。ここで緑の呪い、この中に手がかりを探してゴールへと結びつける、この子ら監督なんですかね。え、これ何ですか？これあれですね、 VAR 入りましたね。あ、審議か。これ VAR の主審ですね。ラインは出てないかと、1ミリも出てなかったら OK ですから。あれ、 VAR 今回なかったですね。でここでボタンを押しっぱなしにしていると足がつりそうな痙攣したような動きになってきますね。気のせいか。いや、あんな動いてて気のせいはおかしいやろ。いや、どこにあるかは声かけていけって。いや、絶対動いてるから。それお気をつけろよ。いや、あんまりライン上げすぎるな。ハンドやんけ、それ。おかしいやろ、絶対。っていうような感じですね。なんかめっちゃ音が飛ぶ。あれ、なんでやろ。あ、これか。いや、ちょっと待って。あかんあかんあかん。今あかんで当たったら。これですね。あれ、あ、
あっていうか無事で。おいおい、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。音入ってるか分かれへん。いや入ってるか、なんか飛んでるんすよね。イヤホンがおかしいんか、あれ。あ、当たんないっすね。あ、ちょっと待って、これ当たるかも。いや、あえて当たらない。この発展ですね、いきなり金。いや、ちょっと待ってくださいよ、マイクの音声トラブルで確認しようかなと思ったんですけれども、えらいの来てしまいました。これでデンジャー金。ちょっと待って、当たっちゃう。いや、これ多分ね、ゴールですね。あ、ちょっと、いや、全然ビビらないんですけど、今の当たると思いませんでした。1ゴールですね。ブラボー。当たってしまいました。グダグダしてる間に当たってしまいましたね。サラコの攻撃の面26回転で、中盤で41回転で、最終ディフェンスで7回転のチャンスがあると、まあ伸びしろしかないですよね。それでは行ってきます。あ、びっくりした。まあここでいきなり押してくるっていう可能性もあるんですけど、まあこの煽りとかもね、だいぶ雑い作りになってるなとは思ってましたけど、まあ別に驚かせれるものなら驚かしてみろって感じですよね。結構攻めてきてますね、山村さんも。いや、山村さんもっと左の方がいいんちゃうかな。あれ、レフリー、いや、おかしいやろこれ。これね、文字がね、青なんでテンパらないですね。こっから戻ると熱いんで、これ当たりましたね。で、これ赤からスタートしますね。いきなりねってやったらこの子退場するんで、多分この子死にますね。あかん、ハングルにしてるからなんて言ってるか全然分かれへん。まあここで突破すればまた次の局面に行けるというシーンなんですけれども、まあこの木の、ああ、ここ上がるですね。まあこれが金であったりデンジャーであったりアップしていくと、よりいい結果が待ってるかなと思いますね。できればここもドリブルで突破してほしいですけどね。で、この3段階まで行くとだいぶ熱いです。ここで金デンジャーにアップするとだいぶ得点の匂いしてきますね。あ、だいぶ叫んでますね、声出してますね。もっと声出していこう。やっぱ意思の疎通って大事なんで。ああ、赤3つレッドカード3枚やったらもう事実も出場停止ですね。この子、この子の顔見といてくださいね。当てたるやんけっていう顔してるでしょ。あ、髪の毛で見えへんかったわ、グラッチ。結構今まあありましたよね。当たらんでもいいかなとは思ったんですけど、あとこのロスタイム見といてください皆様。ここでビッグゴールになります。これがホンダってやつ、わかる。見事初回10ラウンド取れましたね。まあ正直ほぼホンダが打ってるんやから11ラウンドにしてほしいところですけど、ルールなんで仕方ないです。あと残り時間64秒ですね。まあサッカー、うわっち、いや急に手が振ってきたんですもん。そんなんできるんやったら言うといてや、肩痛めるわ。ここでレッドカードなると10なんですけど、今回はスモールの方でしたね。まあショートパスみたいな感じですよ。ショートパス来たのを僕が足元に来たボールを今トラップしたって感じですね。だから当たりました。あ、びっくりした。いや急に手が振ってきた、あかんって言ってるやん。そりゃびっくりしますよ。このメガネなんで僕セグ見えないんですよね。すいません、あの隣の人も僕のびっくりしたのにびっくりしますね、グラッチ。いや、そんな雑演出当たるんかい。普通ね、ボタン回ってたり赤い方のボタン来るんですけど、今のはちょっと当たると思ってませんでしたね。あ、これは絶対にね、ビッグボーナスですね、グラッチ、ありがとうございます。え、ちょっと待ってください、これ何ですか。僕初めて見ました。なんじゃいよこれ。え、これあれですか、保留連か。あ、サブが仕事しましたね。だいぶアップできてたんですね。アップできてたんはええことっすね。ええチームやな。いや、サダフさん1対1しましょうよ。僕ディフェンスもできるんですよ、結構ボランチもしてたんで。さすがにディフェンスしろっていうのはだいぶ難しいですけど、あ、全然大丈夫。ドッチ、伸びしろですね。ということでロスタイム残り1秒で決めれるかですよね。これが日本代表ってやつ、わかる。これはえぐい。この面白さはイタリアにはなかったな。今だいぶうまいことやれてると思ってるでしょう。まだまだ足りないんですよ。これでいいわって思って自分の目標を決めてしまうとそこで終わってしまうので、僕は目標は立てないタイプですね。その日その日を意識高くやっていったら結果っていうのはついていくので。僕の言ってること分かりますかね、伝わりますかね。
あー来ましたね、待ち伏せ。どうですか、ほぼ本田圭佑とのドライブ。あー、お前そんな急にブレーキ踏んだらブレーキパッドなくなってまうから。あ、リーチかかってもうた俺これ。 あ、赤や、最高恐怖。あ、これお倒した瞬間にフラッシュ赤やったのに星にはやばいっすね。これはちょっとまあ怖くはないんですけど。あ、あとロスタイム20秒ですね。試合終了までこのまま過ぎ去ってほしいんですけどね、僕は。いや耐えきろ。いやコーナーで、コーナーで誘って誘って、ファールもらい、ファールもらい、寄せだよ。何もない。え、これで何もないってだいぶやばい。え、あんなブルブル刺しといて外れるんや、グラッチェ。正直今の得点の匂いプンプンしてたんですけど、こういう油断が禁物なんですよね。世界と戦う時って一瞬の突きつかれるんで気をつけていきたいかなとは思いますけど。大丈夫や、切り替えよ。さっきのはずでは切り替えよ。ちょっと待ってくれ、これ何や。あ、僕はあの過去振り返らないタイプなんで進みます。あれ同案っぽいっすね。あれこれ皆さん見てください、同案さんっぽくないですか、あの歩き方。いや、あいつの顔見てくださいよ、全然外したのかっていう顔してるでしょ。伸びしろですね。あんなギリギリで来るんですね。まあそらね、あんだけビビらしといたら10ラウンド来ない、僕割り合わないっすよ。今のはほんまにびっくりした。ちょっとポカリステップもいますね。もう6点決まってますね。じゃあ7点目狙っていきましょう。いやーこれはしんどい、やっぱそうですよね、僕もそう思ったんですよ。8536玉、実質8対0で勝ちました。この試合は1次リーグ初戦勝って勝ち点3もらえたので第2戦目いきたいと思います。2戦目も応援のほどよろしくお願いします。きっと来る。いやーこれはちょっと弱いですね。あれ、これサダコの手って結構熱いんですよ実は。これもう一回ゲージいったらマジでありますね。来ていいよ。まあここに行くとまあ2ラウンドはないっす。あれちょっと待って、赤いぞ、まさか。やっぱりね、熱いでしょやっぱサダコの手、僕分かってるんですよね。終焉来ましたね。申請する。うわー、緑はちょっとサウジアラビアですね。正直こんなんでビビるつもりもさらさらないんですけど。恐怖にあなたは耐えられる。いやいやいや、僕元ミランの10番ですよ。あ、これ当たんないっすね。こいつの顔見てくださいよ、当てる気ないでしょ完全。なんかね全然伝わってこないんですよね、やる気というか意識の高さというか。お前準備してきたかちゃんと。あー全然準備されてないですね。まあ女の子やから仕方ないんですけど、山村さんの場合、山村さんその姿は見たくなかったですね僕は。これはちょっと山村さんの評価下がりましたね。え、ちょっと待って。それはわからんよ。ちょっと待って、それはわからん。もちろんこれが本田圭佑ってやつ、分かる、スモールボーナスですね。グループリーグ第2戦先制することに成功しました。皆さんの応援のおかげですね。海外の壁ってね高いんですよね。4ラウンドなんで言った通りでしょ、グラッチョ。え、ちょっと待って、これね僕思うんですよ、当たっちゃいましたね。ナイスゴール。伸びしろですね。いや当たんないですね。当たりました。やだもう。多分ね、紫やったら多分7になるんですよ。そんな思わなくなりましたね。まあでも人にやるかもしれない。うそやろお前。サブが仕事しました。ガーホで超山村さんボーナス引いてましたね。あれなんか動いてんぞ、エンシミラン。うわー、嘘つきやがったこいつ。いや、ちょっと待ってくださいよ、なんで動いたんですかあれ。あー、消臭ポット
だ。消臭ポットから何出てくる？藤丸。あ、来るでした、すみませんでした。あ、これ当たんないですね。まあスタートはか金ってあるんですけど、ちょっと待って、金来たよ。おい本田さん、本田さん帰ってきて。これはまずい。いや、牛二さん行くと思いますよ。で、後ろ金やったじゃないですか。で、これ呪いでしょ。ギジって呪い呪い呪いで来るんじゃないかな。来ない。ここっすね、ギジで。え、マジで後ろ金でギジに。これ赤まで上がらん。いや、金やん。チャンスアップ金出ましたよ。ほんでこれ上がらんねや。いや、結構変わってんな。これ発展しない方がいいですね。さっきみたいな潜伏か貞子のリーチになるので、最終終焉ですね。うわー、これ発展したのだな。発展しない方がいいんですよ。これカットインだいぶ強いの来ないと当たらないですね。ここですね、金。金3つ絡んだ。さすがに当たるかな。はぁ、あ、失礼しました。本当に失礼しました。えらいことなってんで、初当たりが。何の音あれ、先読みかな、あの音。じゃ、先読んでないじゃないですか、バカーン。やだーん、びっくりちゅるーん。やーおか、これさ、金じゃないの。わいよ、舐めとったあかんで。あ、やっぱこういうの入らなあかんのか。どういたのか。お、誰かおるやんけ。いちいち電車、うわ、びっくりした。すいません、あのあんな覗いて当たると思いませんでした。お前長いって、80秒は長いって。何してたええの、こん時見といたええの。いや、こんな待たしてさ、4ラウンドやったら僕怒っちゃうよ。来ましたね、ありがとうございます、ビビッチョン。山村ビビッチョン。見えちゃう見えちゃう、何が見えちゃう、隙間を覗いて当たっちゃう、びっくりしちゃう。2本目いただき超でお願い。あー、下坂もなっちゃった。いや、贅沢っすよね、すいませんでした、ありがとうございます、すいませんでした。あー、やっぱ4ラウンドなんや。紫や、俺信用してない。もう一発、紫3連は熱いと思う、さすがに。熱いっていうか、テンパイはするから。3点でいいや、3点でいいや、3点でいいや。4点か、惜しかったな。あ、勝手にやりやがったこいつ。あ、キータイトルじゃなかったし、恥ずかしい。出てきてもええで、別にビビらんから。どうせ出てけへんやろ、俺で、俺にビビって。ダッサー山村ダッサ。え、俺全然下とか見るタイプやで。はい、出てきません、さよなら。ビビッチョ、はい、ビビッチョ、ビビッチョ、山村ビビッチョ、はい、出てません。終わっちゃった。すいません、ちょっとの間そんまりさんにお任せしたんですけれども、ここからまたほぼ本田圭介活躍見せていきたいと思います。さっきそんまりさんが打った ST、 あれは練習試合やと思ってください。僕が今から始めるのがグループステージ突破をかけた第3戦目、決勝トーナメントをかけた第3戦目となるので、皆様見ていてくれたらなと思います。オンね、オン出たよ。これ何モード、あ、何も書いてなかった。もうやめてや。これ熱そうに見えるでしょう、びっくりするぐらい熱くないんですよ。ここで疑似参したとしても全く熱くないんですよね。これに皆様期待したらダメです、伸びしろないです、リーチ終わりでしょ。ええー、音出しおるんですよ、闇の恐怖。ああ、これ山村さん上がってくるやつですかね。いや、違いましたね、失礼しました。ああ、ここで VAR だったらまだいけたのに。これもね、なかなかね、変わらないんですよね。呪いの7日間やったら結構ね、当たるとき赤とか金に変わったんですよ。また VAR リーチですね、これ。いや、確認してもらわんと。1ミリでも入ってたらセーフやから、ラインに1ミリでも被ってたらセーフやから。いや、押したあかんて。
ゆうと、いやないね、ここないです。あ、すいませんでした。まあ切り替えていきましょう。こっちの手が落ちてこっちですよ。グラッチ、またこれですね。なかなか来ないですよね、潜伏なんか。まあ来てもらっても困るんですけどね。でもまあこんだけ、あ、まあ、こんなんしてもったあの、こんだけパス回ってたら潜伏でも大全然苦にならないですね。あ、こんにちは。いつも見てます。あ、ありがとうございます。いただきます。優しいフォロワーさんにいただきました。うわ、ちょっと待ってジャムパンいただきましたでも嬉しい俺ジャムパンは好きなんで。あ、ジャムも好きですよ。あ、好きいうか、嫌いとかじゃない。まあ好き、まあ、ジャム好きってあんまおれないじゃないですか。僕好きです、大好きです。あの、ジャムパン大好きです。ありがとうございます。もう完全見てくれてる人ですね。うわ、しかもめっちゃ高いコーヒーや。ありがとうございます。いただきまっちゅ。よし、やる気出ちゃ出ちゃ出ちゃ。あ、じゃあ本田圭佑。いや、ありがたいですね、こうやって見てもらっていただいてるっていうのが本当に心から染みますね。で、店内の状況なんですけれども、まあ先ほどフォロワーさんも沖海が 22.34 天ので今桃キュンの天が20回ってると。むちゃくちゃじゃないですか。僕のこのリングなんですけど、なんとびっくり25ですね。あと隣の中森さんも良さそうなんですけど、多分こんなやつがおるんで誰も座らないんでしょうね。僕やったら座らないですもん。で、ゲイさんブラックですね。あととあるのミドルですね。僕が過去打った台はちょっとチェックしていただきたいなと思います。ライトミドルのもそうですけど、で、あとティアの角がずっと打たれてて、で、いつもの1コース、エヴァ、カラクリ、ユニコーンですね。もう今満席でした、見に行ったら。で、ガロの月光が前代良さそうなんですよね。僕のフォロワーさんもずっと打ってるから何も回るんですかって言ったら、あの20回る打ってたんで。で、あとバラエティもね、結構ね打たれてる方がいてて、ほんと毎回毎回上がってるので、ちょっと皆様一回見てみてください。うわー、これね、僕緑めちゃくちゃ好きなんですよ。赤より僕は期待してますね。赤髪最終最強でした。すいませんでした。あ、今読めた読めないじゃなくて視力の問題ですね。いや、これはね、ちょっと嘘でもぎじってほしい。 OK、 これ狂ったでしょ。これ金で次サダやったらだいぶ熱いっすよ。まだまだってことは次まだぎじりますね。で、ここも金が欲しいですね。で、大丈夫です、プッシュ。で、この後ろも最終金が欲しいけど、回らないよねやっぱり。デンジャーになったら確か全回転。後ろも赤じゃない、ここも赤、きっと来る。うわ、弱いな。でもこの貞子はだいぶ熱いです。なんて書いてある、世界征服。いや、これでしょ、終焉いきましたね。え、これ金か赤か。いや、あとよっけ、赤いった。えキュイーンって言えなかった今。え、ちょっと待って、ちょっと待って。嘘だ嘘だ、聞き間違いだ。ここで無回転は逆に熱いんですよ。これが本田圭佑ってやつ、わかる。やっと僕の出番が来ましたね。この第3戦目グループステージ突破をかけた試合やっていきたいと思います。まあここは結局緩急のあるドリブルでまず右サイドを突破していきます。後ろにバックパスするような真似はしません。なぜなら今相手は1人少ない状況なので。しかもサイドの選手まだ選手交代で入ってきてない状態と思ってください。だいぶここで緩急ついてるんでやっていけるかなと思ってます。全然焦らなくていい時間帯なので、落ち着いたパチンコでここら辺は大丈夫です。結構周りの雰囲気、周りの音に騙されて誘惑されて引っ張られて打ち続ける人がいるんですけど、全然緩急つけてください。雰囲気に飲まれないでください。やば。あ、でも赤文字じゃないと結構きついと思ってください。このまま発展したとしてもあまり期待はできないです。これは激アチチのチッチのチーですね。引っ張られたんですかね、相手選手に。5点ですね、ありですね。赤でしょ。いや、これ337で読んでハズレは結構しんどいんですよ。なので僕が廃校で真相究明したいと思います。
まあ僕も言っても男の子なんで、このまま突き進んで犯人を見つけたいと思いますね。いやいや、そんなイキャラいことしたらモテへんて。後半、いやびっくりした。発展ないんや。これ飛んでるパターンかな。いやこれか。いや寄ってきていい。おっしゃきんや。あ、危なかったですね。いや名探偵本田圭佑だ。びっくりした。いやこれはもう差が93秒これは無理や。すみません、あのね、これは無理よ。だってジョグを倒して散々探し回さしといてさ、押した瞬間、いや急に手を押してきたんですもん。びっくりするでしょ誰でも。こんなん引いて4ラウンドってびっくりしますもん。はい、全然ビビらんかった、お前の負け、グラッチ。これ保留連でもう一発取ってるってことっていうことですよね。次これ上がってくるんですよね。いや、いきなり2点取ってもうた。あらら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 、え、こういうことなんですよ。赤来るやろうなと思って赤が来る、そして当たる、グラッチ。今の当たり方だいぶエロかったっすね。1点でしょ。前やったらこれね10ラウンド確定やったんですけどね。いや無回転でいいですよ逆に。これが本田圭佑ってやつ、わかる、グラッチ。はい、ないですね。5038。左打ちに戻してください。ちょっとずっとサプライズやったらシンプルにしちゃいます。なんかカラクリとかもそうなんですけど、レバブルさっきを見れてるカラクリサーカスと、カスタムなしのカラクリサーカス、先読みだけのカラクリサーカスってマジで別物になるんですよね。あれ、な、僕ずっとジャイロさんの横で、まあ、カメラしながらカラクリ打つときはレバブル先読み入れてたんですよ。だからそこでもう全部覚えてるから、前先読みだけ入れたときマジで混乱した。で昨日ジャイロさんの横でノーマルモードでやったんですよ。え、何この演出っていうような、え、こんな生き方あんのとか、あれちょっとあれですねって言ったら緑来ましたね。これね、一応リーチかかって発展はするんですけど、マジで当たらないです。一応テンパイしますよ。7点は別ですけどね。まあ来ないですよ。ちっちゃ。え？呪いの7日間。いや、ないと思うな。嘘つきさん、嘘つきさん。残された時間は。え、潜伏エイター。ちょっと待って。え、潜伏エイター、え、マジ、ちょっと待って、何回でいいかわからにゃーい。35351。あ、これ潜伏やけど弾くれるんや。へえ、あ、成功したら右でいけますよってことか。まあほぼほぼ潜伏なんでしょう。ここでもう一発2ラウンド引いたら右飛びます。で、ここは普通の56分の1ですね。ありがとうございます。ジョーン、はい、もう呼んでます。僕全然びっくりしてないです今の。あ、うわ、びっくりした。何やねん、もう無回転のボタンで、あ、すいませんでした。きっと来る、ほんまか山村さん。うわいやねんそれ、ありがとう。いや、嘘やろ。いや、お前ほんまさ、保留レーンで来いよ。びっくりした。ここでちょっと、あー、青か、まあ、ダメですよ、来ないっす。もういや、これいった、ちょっと待って、背中つった、いった、ほんまにね、なんで。うわ、びっくりした。予告も何もなかったよ、先読みも。いや、読まれへんな、これね。いった、10ラウンドや、これいった。司法愛に、うわ、もう無理や、これ本田圭佑で行こう思ったけど全部飛んでった本田圭佑。うそやろ。はい、締められちゃーお。9076、9000発。お疲れ様でした。本日は P 山村さん、
あ、違いましたね。 P リング呪いの7日間投資が2375玉、回収2万発、収支が1万7625玉になりました。まあこれを普通の人がどう見るかはわからないんですけど、僕は上出来かなと、常日頃からやってきたことが今日やっと報われたなと。やっぱり練習なんてね、1000回して試合で出せるなんか1回なんで、まあそこが一番良かったかなと。まあこうやって一玉一玉の積み重ね、一つ一つの大当たりがやっぱ結果に結ばれていくんやなと正直思いましたね。これ伸びしろやなと思った選手がぐんと伸びてくれたので本当に良かったですね。まあ時刻今、あ違うわ、これ堺市の時間やった、8時ですね。まあここまで走り抜けれたことが一番の喜びかなと。でまああえて言わせてもらうと、グラッチェ。それでは皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。